ここが風流廃墟の正門だな。オイラたちにとっては巨大だけど、タワリンみたいな大きな体でどうやって巣まで戻るんだろうな。人みたいに歩くのではなく、彼は飛べるからね。お前、そういうことにしておこう。行き止まりだな。行き止まりだね。なあ、あそこの屋根、でっかい穴が開いてないか？あそこの雰囲気は利用できるかもしれない。うん、回り道になるけど行こう。うん、回り道になるけど行こう。この廃墟にアビスの魔術師が隠れてたりしないよな。もし出くわしたら、そこは勝ったことのあるディルックの旦那に。相手を甘く見ない方がいい。あ、いや、これは別に自分の腕を自慢したいわけじゃない。あいつらには予想外の手が残されているかもしれないという意味だ。そうだね。だから僕も君たちと共に行動すると決めたよ。君たちの安全のためにもね。はあ、僕ってばほんと真面目すぎ。詩人には向いてないよ。竜の涙探しには全然参加しなかった上、ずーっと酒場にこもって酒を飲んでたくせに、どこが真面目なんだよ。嘘つくな。以上はいけないね。この遺跡には古い封印が施されているみたいだ。これもトワリンの仕業か？違うよ。この廃墟は古代都市で、トワリンが一時的に身を置いてるに過ぎない。廃墟自体
四風守護の時代よりもずっと古いものなんだ。モンドは王のいない都市だったけど、モンドができる前はある暴君がここを統治していたんだ。うん、機会があったら君たちにもその物語を聞かせるよ。僕の知る考古学の知識からすると、動向装置が鍵になるはずだ。散らばった全てのパーツを元に戻せば動向の儀式を完了できるだろう。見たところ動向の儀式が行える状態までそうかけ離れてはいないようだ。まずはパーツを設置して、また様子を見てみよう。